皆さんこんにちは。今回もピカブイをスピアーと一緒にクリアしていきたいと思います。前回はエリカを倒したところまでですね。ロケット団特有の無能ムーブ、こういうところ好きです。ロケット団に入りたいです。服装もロケット団ですし、入れてくれるやろ。ロケット団よ、頼むから一匹ずつでやってもらえませんかね。正直言って2対1で勝てるほどこのゲームぬるくないんですよね。まあ勝ちましたけどね。レベルを上げたらどうにかなりました。やっぱり困った時はレベルを上げるに限りますね。だからお前はブリーじゃなくてEVだろ。この背中を向けてるやつ、誰なんだ？いかにも悪の組織って感じですね。怖い怖い。申し訳ないが急に対戦を仕掛けてくるのは NG。 でもまあ、武蔵と小次郎を倒せたし、どうにかなるやろ。なんだ、またドガスか。どうせヘドロ攻撃とか、よってヘドロ爆弾とかでしょうし、苦戦しようがないですね。怒りをガン積みして、突破してしまいましょう。は？あのさあ、こういうこと言うのはどうかとは思いますが、このゲームの、こういう油断も隙もないの、ほんと勘弁してほしいんですが、動画にはしていないところでも、かなりの回数、やられています。どうなってんのマジで。まあ、勝てない相手が現れたら、レベルを上げるだけなんですけどもね。敵に先手を取られるわ、敵からのダメージがでかいわという時は、基本的にレベルが足りていないだけですからね。本当に武蔵と小次郎相手に一発で勝てたの、お月見山の時だけだと思います。2対1の戦いが、こんなに大変だったとは。無能ムーブほんと大好き。さて、ロケット団イベントをこなしたことですし、5人目のジムリーダー、今日に挑みたいと思います。何を使ってくるのかな。またドガス6連続で、全員自爆してくるとかはやめてほしいんですが、どうでしょうね。は？急に言うのやめや。そこまで捕まえてないわ。この動画を見てピカブイをやってみようと思っている君、もし1匹縛りをしようと思っても、ポケモンはいろんなのを捕まえておいた方がいいぞ。50種類集めるのに、リアルに数時間かかるからね。お兄さんとの約束だよ。どうやらジャッジ機能があるみたいなので、最強ちゃんの個体値を、チェックしてみたいと思います。知らなくてもいい事実もあるかもしれないですが、どうなるでしょうね。うんこの、こんなことだろうと思ったわ。そんなに個体値高くないんだろうなぁというのは自覚してたんですが、こんな感じだったとは。しかもよりによって、全く使わない特効が優れているとか、いかにも最強ちゃんって感じですね。さすがですね。
武蔵小次郎のイベントだけは、全部流していくスタイル。だってこの二人、好きなんだもの。仕方ないね。このシリーズの金の入れ歯は、武蔵と小次郎が掘り出してくれるみたいです。ありがたやありがたや。と言いつつ、正直内心では、対戦はやめろ対戦はやめろ、って思ってます。嫌な感じ。おいこらクソじじい、50種類集めてきたぞこら。こういうのを挑戦資格にするなら、事前に告知しておいてくれよな。ほんと頼むぜ。は？今日やんけ。さすが今日だ。対戦をする前から、挑戦者を撹乱するとは、これは完全に卑怯ですわ。でもまあ、挑戦資格は難しいけど本体は大したことないというのは、ゲームあるあるだと思うので、それを願いたいと思います。いつ見ても悲しい。技構成は、こんな感じです。激凛と怒りについては、外せない技かなと思います。あとの2枠は適当に、という感じですかね。技マシンが使い放題なので、いくらでも入れ替えられるというのは、このゲームのいいところだと思います。正直毒好きも、消しちゃっていいかなと思っています。弱点をつける相手が、全くと言っていいほどいないんですよね。4対1とは、汚いさすが忍者汚い。その言葉、ほんとだな。ほんとに毒で自滅させろよ。自爆4連続とか、マジでやめてくれよな。ということで、挑戦です。1体目は、またドガスですね。すでに嫌な予感しかしませんが、どうなるでしょうね。とにかく火炎放射でゴリ押してくるのだけは、勘弁してほしいですかね。勝つ方法は怒りを積んで全抜きしかないので、まずは怒りを使いたいと思います。もしかする、はい。どうすんのこれ。つい最近も爆弾処理をしたばっかりなんですが、またしなければならんのか。ポケモンというゲームはいつも私に、爆弾処理を要求してきますね。耐えた耐えた。今のところは、これ待ちですね。後からちゃんとレベルを上げて戦いますが、まずは相手が何を出してくるかを知っておきたいので、いけるところまで行きたいと思います。2体目は、ゴルバットですね。黒い霧でステータスを戻してくるのかなー。怖いなー。ひとまず、どの程度ダメージを相手から受けるかを知っておきたいので、回復させます。負け前提の戦いで申し訳ないです。またドガスが初手大爆発をしてくる時点で、レベルを上げた後、作戦を立てるしかないのです。なるほど。これは無理ですわ。がっつりとレベルを上げたいと思います。玉虫の屋上で守るを取ってきたので、またドガスはどうにかなりそうですが、ゴルバットをどうするかですね。私の中では、守り続けて、空を飛ぶの PP を削り切るのも手かと思っています。今日に勝つには、自分も今日のような戦いをして戦うしかないのですよ。おお、これはうまいですね。怒りパワーを貯めれば、ゴルバットくらいであれば、ワンパンできるみたいです。この勢いに乗って、残りの2体もやっつけたいところです。3匹目は、モルフォンか。サイキネを打ってきそうですが、毒ジムだし、空気を読んでくれよな。
もうめちゃくちゃだよ。自分を殴ってるようでは、勝てないですね。戦ってて思ったのですが、スピアーだから割と真っ向勝負ができていますが、他のポケモンだと、ここはかなり苦戦するんじゃないかと思います。すべてのポケモンが、ゾクゾク守るをしてくるような気がします。さて、そろそろ本番、行ってみましょうかね。ゴルバットを突破できるかについては、49レベルでも素早さが負けていて、完全に運頼みなのですが、他のポケモンは、どうにかなるんじゃないかと思っています。まだラストの1匹は、見れてないですけどもね。ラストの1匹が不思議花で、守る身代わりアドリギの種眠り粉なんて使ってきたら、コントローラーをテレビにぶん投げます。まず1匹目のマタドガスですが、ここで怒りを積んでおきます。初世代爆発のことを心配していたら、いつまで経っても勝てませんからね。してこないことを前提に、立ち回るしかないです。ほげ。おお、耐えれるやんけ。ずっと一撃でやられていたんですが、乱数だったみたいですね。波が来ているような気がしてきましたね。私の中での疑問は、このゴルバットなのではないかと思っています。素早さで勝てていないというのが、何よりも厳しいです。ここに関しては本当に、最強ちゃんの底力、あとは、ゴルバットが空気を読んでくれる、これしかないですね。ここはタイミングが良くないので、一度守るをして、万全の状態にしたいと思います。そしてここで、怒りを使用します。今回は守るをされてしまいましたが、こうすることにより、相手からダメージを受けつつ怒りパワーをため、返しの攻撃の威力を上げることができます。あら？なんか今回、行動パターンが違いますね。吸血してくるのなら、先に行ってほしいですね。そしたら普通に殴ってたんですけどもね。そういう動きができるなら、もっと序盤でやってくれよな。くそー、空を飛ばれてしまったか。とはいえ今回は、相手の行動パターンがいつもと違うので、いい状況になるのを信じて、守っていきましょう。吸血しろ吸血しろ吸血しろ、空気を読んでくれお願いします。何でもしますから。ダメかー。さっきの吸血は、何だったんでしょうかね。霞のスターミーの最高ウェーブのような、気まぐれだったんでしょうか。ここでダラダラ粘ってもしょうがないので、何かが起こってくれる。起こったー。これは、めちゃくちゃでかいです。こうなってくれないと、本当にどうしようもなかったんですよね。よくやってくれた最強ちゃんよ。この勝負、絶対にものにしてやるぜ。お次は、モルフォンですね。素早さでは負けていて、二度も最強ちゃんに奇跡を起こしてもらうわけにもいかないので、ここは私が頑張るしかないですね。モルフォンのサイコキネシスは、効果抜群ではありますが、所詮はタイプ不一致ですし、特殊技であれば、最強ちゃんも一撃でやられることはないでしょうからね。相手に先手を取られるが、一撃ではやられない。そういう状況であれば、私にできることは一つだけです。私自身が強になりきり、卑怯な戦法を取るだけです。ということで、何と言われようが、最強ちゃんが起こしてくれた奇跡を無駄にはしたくないので、勝ちに執着したいと思います。薬漬けと言われようが、再起目の PP が切れるまで、回復を連打していきます。動画映えする展開を求めて戦えるほど、このゲームのトレーナーはやわじゃないのですよ。
望が下がってしまったー。とはいえ、一段階であれば、急所さえ来なければまだ、確定2発だと思うので、もう少し回復を連打して、粘っていきたいと思います。二段階下がってしまったら、諦めて突撃します。お、謎守る映像これ。これは、大きな隙ですね。ラス1が何かはわかりませんが、モルフォンを倒してしまいましょう。来ている、これは完全に、流れが来ているぞー。乗るしかねー。この校長という名のビッグウェーブに乗るしかねー。頭突きを耐えられて一瞬ビビりましたが、頭突きで正解だったかと思います。激流は確かに強いのですが、自由が効かないですからね。ラス1が何かわからない状態で撃つのは、少し厳しいです。勝ちですねこれは。激鱗で殴れば落ちるとは思いますが、確信はないので、ここは万全を期して、回復をしてから殴りたいと思います。もし万が一落とせなかったら、悔やんでも悔やみきれないですからね。大文字だけは撃ってくるなよ。わかってるな。オケオケ。これで盤石ですね。始末してしまいましょう。ジョーよ、お前は挑む前から挑戦者に嫌がらせをし、戦闘でも嫌がらせをしてきた。完全に今日の真骨頂を見せてくれた。それには敬意を払うが、もう少し加減をしてくれよな。ということで、どうにか今日、突破です。誰やねんお前は。次回はおそらく、夏目戦ですね。今回のパートでだいぶレベルが上がったので、絶対夏目盛り上がらんだろと思っているそこの君、安心してください。まだやってませんが、きっと相手のレベルも、インフレしてるはずですよ。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ところで左下の枝豆、何ですかね。